この男が書いた小説は現実になる。タイトル決めた。平凡なはずの家族がある日突然失踪する。神隠しって言われてる。偽札って、そんなヤバいもんどこで手に入れた。偽札の話と失踪事件、この2つはどうつながるんですか。あの人が噛んでる。倉田健次郎。鳩が囲いを出た。鳩。鳩は？どういう意味。書いちゃいけないことを書いてない。倉田が探した偽札はどうやって津田さんのところに来たんです。事実だったらとんでもない。書き始めちゃったんだよね。彼の話は嘘か本当か。フィクションですよね。その質問は受け付けない。あなたは今この男に試されている。このチャンスを逃したら君は一生後悔する。起こるはずのないことが起こってる。もうやめて。この物語の終止符はあなたが決める。鳩の撃退法。